大家好，欢迎来到奇葩秀，我是东京的主持人杨子。今天我们来到了东京的表参道，在我后面可以看到这个商场是非常著名的一个商场哦，特别是这个商场非常非常的漂亮，因为是在日本非常有名的一个设计师叫安藤先生他所设计的。那在里面有什么呢？除了一线品牌之外，我们还可以看到很多美食哦，欢迎大家来。こんにちは。すっごい綺麗モデルさんですか。ありがとうございます。はい、モデルやってます。お名前ですか。ルアンナです。ルアンナさん、はい、おいくつですか。26です。26歳、はい、すごい大人っぽい。ありがとうございます。なんかめっちゃおしゃれ、スタイルめちゃくちゃいいですね。今日のなんかテーマ的なのある。テーマは、ちょっとだんだん暖かくなってきたので。暑いよね。はい、暖かいじゃないです ね、もう暑いです。ちょっとあの初めてこの前買ったブラジルのサンダル。どこなんですか。これはブラジル の、うん、あのアレクサンダ・ビーネっていうデザイナーさんが。かわいい、はい、こういうのどこで買ってるんですか。これはでもあの東京のセレクトショップで買いました。あるんだ、はい、いいですね、はい、じゃあなんか最近お気に入りのブランドとかありますか。お気に入りのブランドはあのこのスカート、あのチックっていう。チック、あ、知ってる。知ってますか、うん、はい、ここのお店今お気に入りです。いいかも。え、めっちゃいい。なんかバランスがすごいですね、締まってて。ありがとうございます。なんかこの夏挑戦してみたいアイテムとかあります。この夏挑戦してみたい、結構あのスカートとかワンピース着ることが多いので、ちょっとこうデニムとか、はい、そういうものにちょっと挑戦したいなっていうのがあります。いい、デニムオンデニム流行ってるし ね、今ね、はい、またじゃあ見せてください、はい、デニムオンデニムの時頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。